昨日は東京江古田北口の、音大通り商店街の佐藤というですね新しいお店に行ってまいりました。店内なかなかおしゃれで、まあ、音大生も来やすいかなという。で二日酔いだったので、半生バーガー、単品で頼みました。これですうまかったですね。ちょっと小ぶりなんですけれども食べればなかなかボリューミーで、半生具合をちょっと心配してたんですけれども、まあまあ、火が通っていったので、まあ、全然大丈夫でございましたね。それは美味しかったですね。こんなものがありましたので、これでガブッと、行きました。店内はこんな感じで広くて清潔でいい感じです。場所は音大通り商店街の奥の方ですね。ここちょっとうまかったのでまた行きたいと思います。そんな感じで、ありがとうございます。それではまた明日です。